でもふざけてないんだな。え、あ、そうなの？なんかモンスター？モンスターかな。ああ、あの時のね。使わせていただきます。で、行くのはそっち。あ、いるんだそこに。なんか可愛かったけどね。え、こっちはアイテムがあるだけかな。なんかすごい壁とかが、あー、すごいことになってるけど、よく見るとちょっと気持ち悪いね。一瞬綺麗かなと思ったんだけど、よく見たらなんかちょっと鳥肌が立つような模様だった。さて、てかお花なのか、なんだろう、胞子、ケチラス。あ、これがそのあれなの、アップスベビーって これだよね多分ね。ほう、見破ってみよう。見破る。さて、炎か。あ、ドン・コルネオが飼育するアップスの子供。あ、何、飼育してるの。すべての攻撃でバーストゲージが止まりにくい。へえ。気象は残虐って書いてある。動くものを見ると一斉に襲いかかってくる。大変。ま、炎が効くのね。炎が効くらしいので、じゃあ炎を当てて、ああ、もう使えない。あ、いけるか。あぶり出す。あ、倒せそうだね。オッケー、この調子でいくぞ。おお、なんか小豚ちゃんみたいな感じ。何もないかな。おー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 、楽しい。おお、びっくりした。目の前にいるよ。返して返して。どこ行っちゃうの。返して。そしてコルネオ、コルネオ印のドアは大丈夫なの。あ、突進された。痛い痛い痛い。ちょっと回復しないとまずいな。バルト回復して。バルトまだ溜まってない。なんか落ちてる。今拾えないか。ちょっと待って、バルト使える？まだ使えない。じゃあしょうがない。じゃあこの子に当てて。突進痛い。大丈夫だった。バルト使えない？バルトまだか。私に任せて。ぶっ放すしとこう。あ、オッケー、使える。バレットにじゃあ回復してもらって、あれ今これ誰使ってるの？あ、バレットか。まあいい。あ、ちょっとごめんなさいね。ちょっと待って。突進痛いね。投げるとかすごいね。なんか技の名前が、あまり魔法感のある名前じゃないっていうか、なんていうの、なんて言ったらいいかわからない。よいしょ。手は使えるかな。まだ使えないか。あー、もう MP ないか。よいしょ。手は使えない。手はどうしちゃったの。手はなんか何もしてないよね。手はどうしちゃったの。手はがね、何もしてないんですよ。手は使える、使えるかな。ティファに変えるか。よし、やっちゃおいしょ。ティファが使えるので、まあもう倒せるね。焼き払う、焼き払う。あともうちょいだね。あ、バーストになってる。いいね。 OK。 どうってことない。ちょっとあれだね、エーテル使わないと。エーテルタイム。オッケー、じゃあ行きましょう。来たね、彼も。で、こっちにいるけど大丈夫だよね。コルネオのドア見逃してないよね。あ、そっち行っちゃうの。すごい元気だね。元気いっぱいじゃん。また逃げていって、そしてサハギンとかか。オッケー、オッケー、倒しました。あ、すごくない。なんか何これ、キノコか。一緒、カニちゃんの手かと思った。さて、ここは何もない。あ、箱がある。箱と、そして夜間が夜間がありますけど、行くのはこっちでいいのかな。大変だね、小豚ちゃん。道はこっちでいいんだよね。まだいるよ。そしてカニちゃんか。なかなか捕まえられないけどいいんだよね、これ。ずっと追いかけたままでいいんだよね。これ早く捕まえなきゃいけないとかそういうあれじゃないよね。
フー、オッケー、おっと、耐えきやがれ。なかなか捕まえられないのはさ、普通にイベントでいいんだよね。なんかその早く追いつかないとってずっと同じとこ回ってるとかそういうわけじゃないよね。アイテムん、あ、もう壊してるか。アイテム、見たことないアイテムまだあるし。そこにいるね。ないよね、コルネオ印の。あれ、なんかここ、あ、何もないか。コルネオ印のドアないよね。お、追い詰めた。手間かけさせやがって。どうする、悪いようにはしねえから。どっか降りちゃうんじゃない。そうだよねやっぱり降りちゃった。降りちゃうと思った。すごい逃げるじゃん。あれ、降りれない。あ、オッケーオッケーオッケー。よいしょ、ハイポーション。あら、自転車が落ちているわ。あれ、あっちがアイテムあるね。まあまあまあ、そろそろ追い詰められるのかな。 OK、 倒したかな。あ、 OKOK、 勝ってたね、勝ってたよ。何もない。あ、アイテムあるんだった。さあ、そろそろ、エーテルありがとう。そろそろ捕まえられそうな気がしますけど、まだかな。行ってみよう。もうここは出るのかな。まだまだあったっけ。あ、いるね。そして逃げる。奥にアイテムあったな。お、了解、挟み込む。めっちゃ劣ってるけど。待って、私アイテム拾いたい。拾っていい。ダメか、今はダメなのね。オッケー。めちゃノリノリだけど、捕まえられるのかな。すごい煽ってない。捕まえられるもんなら捕まえてみろみたいな可愛いけどね。さて、お、困ってる。あー、しぶとい。飼い主にアイテムあるよ。コルネオの守りのブーツ、ここつながってる。あ、これだこれだ、やった、あったあった、よかった。あれ、でもいけない。あれ、なんか水を抜かないとダメなのか、そういうことかな。レバーある。水を抜いたらいけそう。鍵は開けられたから、どこだ、どこかに水を抜くレバーがあるはず。これとかじゃないよね。むむ、鍵は開いたから絶対どっかにあるはず。取りたい財産、コルネオの。こっち行けないか。あれ、まあまあ、また戻ってこれるかな。今のところだって忘れないようにしないと。 OK、 ちょっとセーブしてました。じゃあ行ってみましょうか。これはまあまた戦うんだよね。おお、泥棒なんて、泥棒見破っ、同じか。あ、ちょっと違うのかな。通常の個体より知能が高くずる賢いって書いてある。お、ちょっとじゃあちゃんと見破ってみるか。てか、なんかさっきからこううめき声みたいな声するけどなんだろう、なんかいるのかな。調子に乗るな。よし、調子に乗るな。あ、やっぱ炎だね。 OK、 じゃあ炎をまたバシバシ当てて倒していけばいいのかな。オッケー、ちょっと待って、一回離れて、もうファイグ当てちゃおう。よいしょ、焼き尽くす。でティファも使えるかな。ティファも当てちゃう。よいしょ、使えるね。もうガンガン当ててさっさと倒しちゃおう。燃え上がれ。ティファまだ使えないか。よいしょよいしょ、半分ぐらい、結構強いかもね。こんなに当ててもまだまだまだって感じだね。あぶり出す。お、召喚獣のゲージ出てるね。どうだこの広さ、チョコボ使えるか、どうだろうね。おいしょ、手は使えるかな。じゃあファイラ当てて焼き尽くす。また押しそうだよ、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと後で倒す。あー、もう使えないか。じゃあアビリティ使って、どう、倒した。
オッケー、よかった。ふう、ガンガン燃やしちゃいましたね。返してくれ。さて、鍵なんだそれ。返してくれ。うん、あ、嘘ついたのか。大事なものなんだ。うん、みたいなこと言ってたもんね。すまない。ああ、そっか。なんだろう。お前のもんじゃねえよな。うん、身内の形見か。あ、家族はいない。そっか。うん、夢を見てたんだよ。あ、私たち恋人のなのか。花言葉。うん、私のことは忘れて。なんだ。あ、泣いてる。あ、コルネオのとこ行ったのか。そういうこと。半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後、そのまま姿を消した。そっか。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけどな。何、プレゼントなの。そっか。あなたの目的って。復讐だ。ああ、じゃあテスターじゃなかったんだね。今更だってことは分かってる。そっか。それでも肩をつけないと俺はどこにも行けないんだ。好きにしろ。俺たちが上に行ければそれでいい。分かってる。そっちは任せてくれ。よかった。気に入ったぜ。お、バーレット、心に響いた。よかった。こっちへ進もう。うん、近道だ。っていうか、そのさっきのコルネオのドア、どうやって水抜くんだろう。行けるかな。必ず行かないとねえ。他何もない。今これどっかそのスイッチとかないよね。水を抜かなきゃダメだと思うんだけど。あ、いけるんだ。いけるわ、いけるわ。ん、いけるわ、いけるわ。いけることはいけるねって言いたかったんだけど。なんかそのないよね、水抜くもの。また戻ってこれるかな。なかったと思うんだよね。一応もう一回見てみるか。どっかで水を抜かないと入れないと思うんだけど、その今から行くところの先だといいんだけど。いや、これ無理だよね。まあ一回とりあえずじゃあセーブして、一応戻ってこれるようにだけしておいて行ってみるか。 OK、 じゃあ行ってみましょう。とりあえず大丈夫だと信じて、この先にレバー的なものがあると信じて。おお、もうすっかり。ああ、そうか。頼む。まあそうだよね。あ、ある。これじゃなくて、これは違うの。これ違う。あ、これだ。よかった。じゃあ戻ろう。ちょっとごめんなさい、もうこれは耐えられない。行くしかない。ちょっとあそこまで戻りますね。よかった。やっと、これで取れるね。もしかして繋がってる？お？燃料いらない。あれ？あ、いや、いいんだよね。あ、なにこれ？なにこれ？サハギンプリンス？やだー！サハギンプリンス出てきたんだけど。怖ー！あ、よかったー。でもこれでじゃあいけるわけだね。サハギン、怖い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 。サハギンプリンスいるんだけど。まさかサハギンプリンスがいると思わなかったな。ティファも使えるね。じゃあサハギンプリンス積極的に倒しましょう。熱いの行くよ。あ、っていうかでもあれか、一応見破った方がいいか。一応見破るか。ちょっと待ってよ。エーテルを使ってあげてな。なんか回路になっちゃったんだけど。
あ、なにこれがさっきのなんかガンマの呪いとかいうやつ。やだー、カエルバ、あ、ちょっとやばい、待って、強いかもしれん、強いかもしれん、大変。あの、いつの間にか、ちょっとどうしようかな。とりあえずまあ他のキャラクターで戦ってればいいのか。あれあれあれ、クラウドになった。あれ、何、バレットがカエルになっちゃったの。あ、バレットがカエルになっちゃったのか。びっくりした。ちょっと待って、ちょっと待って、痛い。ちょっと誰か使える、バレット使える。召喚獣一応呼べるんだね。あ、アイテムしか使えないのか。やばいな、これはちょっと強そうだな。集中していく、おいしょ。覚悟はいいか。何これがサハギンプリンス。やだ、強そう。ファイがいけるかな、間に合うか。あぶり出す、もうさっさと倒そう、さっさと倒しよう。カエルば、またカエルになっちゃったまたカエルになっちゃった、大変だよ。もうどうすんのこれ、くたばるわけにはいかねえ。よいしょ、誰が、これ誰、クラウドこれクラウドか。何もできないよね今ね。まあなんか直す、カエル状態を直しますとかいうのあったね。そういえばカエル状態ってこれこれのこと、なんかカエル状態を直しますみたいなアイテムなかったっけ。あれ持ってないかな今。 あるある、乙女のキス、これじゃない、違う、治った気がする。やったー、びっくりした、まさかカエルにガマの呪いってそれのことだったの。じゃあサカギンはカエルなの、カエルだったのか、それは知らなかった。あとは普通のノーマルサハギンね、ノーマルサハギンだけど、なんかみんなもうやばいのか、体力が。あ、もうクラウドしかいないんだ、なるほど。サハギンプリンスとりあえずでも倒したね。ちょっと間に合うか、間に合った、あ、よかった。ちょっと回復してあげないとダメだな。フェニックスの王を使って、何、森投げ怖、またカエルになっちゃったまたカエルになっちゃった、大変だよ。ちょっとぶっ放しとこう、ぶっ放しといて、あ、召喚獣461よ、コチョコボ呼んどこうか。コチョコボじゃなくてデブチョコボを呼びたいんだけどさ全然呼べない、どっかで呼びたいと思ってるんだけどさ、全然呼べないのよ。よいしょ、とりあえずみんな復活した、これが出る、あともうちょっとで倒せそうかな。バレットに回復してもらって、あー、ティファー、よいしょ、ティファーがまた倒れちゃったかな。ファイヤーサハリンに当てる、焼き尽くす、ジャンプ来るか、森投げ、森投げは怖い。なんだ、またカエルになっちゃった、またカエルになっちゃったよ、ぶっ放しとこう。オッケー、すぐカエルになっちゃうんだから。よいしょ、あ、ありがとう、チョコフレア、チョコフレア効くんじゃないの、どうだろう、火だよね、だって。あ、倒した、よかった。俺は何をやってるんだ俺は。そうか、クエストエネミーだったのね。いや、びっくりした。ちょっと回復しないとティファがティファが瀕死だ、ちょっと待ってくださいね。オッケー、よかった、じゃあこれでやっと取れるわけだね。いや、よかった、まさかこんな、そしてカエルの指輪、こんな敵が出ると思わなかった。サハギンプリンス出てきちゃったよ。あ、これがお宝か。これの財宝は、これで全部だろうな。よかった。で、どうするよ、売ったりなんだり結構時間かかるぜ。うん、そうだ、七番街の復興に役立てるならマーレさんに預けようよ。なるほど、マーレさん、マーレさんってどこにいるの。まあ、また場所出るか。クエスト、これだね、マーレに預けようって書いてあるね。どこだ、この辺ではないのかな。まあまあとりあえず今は大丈夫かな。 OK、 ここも何もないよね。よし、じゃあ行きましょうか、彼のところに。
そろそろいい時間かもしれないね。あともうちょっと彼のとこ行って先進んで終わりぐらいかな。もうコルネオいるのかな。そうか、でも名前なんだっけ、レズリーだっけ。結構重要な役だったんだね。この先のもうちょい先か、どこにいたんだっけ。これを登ったのか。 OK、 さあコルネオにまた会うのかどうか。これどこ、ああこんなところ、あれこんなとこ通ってないよね。ここ通って、そしてよいしょ、あでもあアイテムないから取ったのか。もう記憶がないでござる。この辺は何にもない。ここどこ、んさっき通ったところ、ぐるっと回ってきただけ。んそういうわけではない。なんかもう分かんなくなっちゃった。いやさっき来たとこかな。モーグリメダル、とりあえずこっち戻って、あっちにも箱がある、一応壊していくか。箱は壊さねばならん。何もなかった何もなかった。で、あこっちか、おいしょ。あれこれ登ってきたんだっけ。いや違うよね。オッケーオッケー。これは、あロックされてる。そうかロックされてるのか。あれどこ行っちゃった。今いたよね、この先かな。オッケーオッケー。さてでもそっか、コルネオのドアもっといっぱいあると思ったけど、あれだね、開いてたもんね。なんて言ったらいいか分かんなかった今。あのドアのさ全部がさお宝があるのかと思ったんだけど。ここで待っててくれ。あこれまた回復するとこ、よかった。あいつ一人で本当に大丈夫かよ。うん、オッケー、まあ、とりあえずちょっと回復しますね。オッケー、じゃあ行きますか。行っていいんだよね、待っててくれって言われたけど。さて、あここも休むとこだった。ここが隠れ家？確かにコルネオっぽさはあるけど。さて、レズリーです。お、コルネオさんに報告があってきました。うん、ほひほひ一人か。はい、ほひ、あと3人いるけどね。アバランチの子猫ちゃんたちは、お捕まえてくるのがお前の仕事だろう。なるほど、すいません、そのことで報告が。うん、さて、お銃を持って、お、あ、何強いの、あ撃てばよかったのに、早く。レズリー、おっとこれはもう俺がなんで隠れてるか知ってるよな。戦うしかない。クラウドがアバランチの子猫ちゃんにじーっと喋りすぎて、なるほど、シンラに睨まれちまったんだよ。そっか、あの時ね、プレートがダガガガガーンで、もっともっと被害が大きくなるはずが、 あいつらがスラムの奴らを避難させちまった。いやいや、シンラの人も協力してくれて、してくれたよね、感じだった。怒ってる。ここだけの話、シンラはミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。なんだって楽園、もうすぐ楽園とか新生ウォールマーケットのドンになるはずが。ああ、なるほど、今はお尋ね者を。そうですか、レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのに。一応信頼はされてたのか。残念、早く早く。さーて問題です。
俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのは一体どんな時でしょうか。またやってる。気づいてるのか。勝利を確信している時。早く早く早くして。正解。本当にそうか。最高。よかった。気づいてなかった。七番街の件、詳しく聞かせてもらおうが。おお。ふざけてんのか。あ？かっこいい。残念。でもふざけてないんだな。え？これ。あ、そうなの？なんかモンスター？の。モンスターかな。ああ、あの時のね。やばいやばい。それじゃあブスちゃん、あとはよろしく。あ、これのベビーだったってこと？さっきの子たち、あれ？同じ名前？ああ、そうそうそう。あ、そうなのか。ああ、そうか。まずはこいつを黙らせる。こいつを黙らせる。え、ていうか大丈夫？あのレズリーは。いやー、これ何が効くんだっけ？出てないか。ブリザードが効くんだっけ？そうか、やっぱもう一回戦うよね。戦いそうだなとは思ったけども、待って、ベビーじゃなくてあの本体、本体、本体、本体。 OK、 見破って。あ、炎か。 OK、 ここってでもまたあの下水攻撃、お吸いかけみたいなまたあるのかな。まあまあ、ちょっと周りの雑魚より本体を攻撃した方がいいのではと思いますけど。早く、OK、 はぜろ。そうか、また戦うか。ていうか大丈夫かな、あの同じ部屋入っちゃったんじゃないの。大丈夫かな。やだやだ。いや、あの負けてほしくない彼。なんか障害物すごいいっぱいあって、むしろ助かるね。なんだ、やっぱお吸いかけしてくるのかな。嫌なんだけど。もうちょっとガンガン当ててこう。ここさすがにデブジョコボ呼べそうな広さじゃない。無理かな。呼べるなら呼びたいね。ティファ使える。ファイ、あ、ティファもファイが使えるのか。早く間に合った。焼き払う。いや、でも全然減らないね。全然減らない、全然減らないですよ。もうあれがないわ、 MP が。あ、上行っちゃった。待って、これなんかまた端っこの方行った方がいいんじゃない。やっぱりするんだよね、お吸いかけ。やだ。おお、かっこいい。あー、なに、なくなっちゃう障害物。うわ、これでも第二形態みたいな感じ。バレット使えるかな。エーテルちょっと使ってもらおう。ありがとう。よいしょ。よし、もうガンガン当ててこう。本体にガンガン当ててこう。ナイス。ティファも使える。ティファも使う。オッケー。どこ行っちゃった。あー、下水津波やだ。お、ナイス。あ、止められたんじゃない。止められてはないのかな。うわうわ、ここどこにいればいいの。これ端にいれば大丈夫なはず、多分。前も端にいたら大丈夫だった。何、突撃開始、やだやだ。何、みんな突進。あー、そういうことね、突撃って。これ魔法は当たるの。もうなくなっちゃったな。当たりそうだね。バレットにエーテルターボ使ってもらおうか。あれ、使えない。バレット、バレット使ってくれる。オッケー。なんだ、ひるんでる。ちょっとひるんでる。なんかピヨピヨしてるかも、ピヨピヨしてるかも。ティファも使えるかな。使ってもらって2人でいいね。ちょっとバレット使おう。ぶっぱなーす。ナイス。あ、なんか喉ガラガラになってた。喉が、あー、突進やだ、突進、突進やだ、突進やだ。よいしょ、ガンガン出てこう。落ちてきた、落ちてきた。あ、何、第三形態なんだ。あ、どうしたの、吸収しちゃうの。なんだろう。うわー、おー、
今度はバレットが守ってくれた。なんだなんだなんだ、おおお、何増えたの、やだ増やさないでやだ、スライディングタックル怖。ちょっとゲージ、ゲージない、ゲージ突進、突進困る、突進、突進やら、突進やら、ちょ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 、なんかすごいすごい攻撃食らう。待て待て待て、大変大変大変、とりあえず何でもいいから当てよう。向こうちっちゃいのいっぱいいるな。よいしょ、突撃開始はみんな突進してくれてでしょ。やだバレット使えるね、バレットにエーテルターボ使ってもらおう。もう回避回避回避しまくる、回避しまくる。でこのティファ使えるね、ティファ使える。お、レベルアップした、焼き払う。おいしょ、ちょっと待ってよ、突進飛んでくるなそれ。うん、バレット、バレット使えないか。動けるうちに、あともうちょっとだけどね。召喚獣呼びたいけど、呼べる？あ、呼べそう。待って、クラウドの召喚獣呼べる、やっと呼べる。早く貯めなきゃ。誰か使える？バレットにじゃあエーテル使ってもらおう。痛い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 、ありがとうありがとうありがとう。私は召喚獣呼ぶの、やっと呼べる。デブジャコボ、あ、そっか、ゲージ2個必要なんだ。うー、ゲージが2個必要だった。突進やだ、いける？もうちょいか。うーん、なんかできることあるかな。じゃああ、もう普通のエーテルないのか。エーテルターボもう一個使っちゃおうか。ちょっともったいない気がするけど。よいしょ、バレット使える？バレット使えないね。なかなかゲージが、ゲージゲージ溜まった。ナイス、召喚獣呼ぼう。やった、初めて呼ぶデブチョコボ。頼むぞ頼むぞ、かわいい大きい、最高、やったー、やばいやばい、津波津波津波、倒れちゃう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 、やばい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 、フェニックスの王をティファに使っとこう。よいしょ、やばいやばい、リミット使えるね、リミット使おう。いけるか、遠いか、ちょっと遠かったかも、遠かった遠かった、やばいな、回復したいんだけどさ、バレット使えない？なんだ大興奮？前もあったね。バレット使えるね。バレット回復してもらおう。いやだ、来ないで来ないで来ないで、ファイが当てちゃう。燃え上がれ、いいよ、燃えている、燃えています。あれ使おう、なんかファイヤーカクテルみたいなやつ持ってなかった？あるある、あー飛んでっちゃった、最悪だよ、やだスライディングタックル。パレット使える？オッケー、回復してもらおう、回復してもらって、お、ジャイアントトロップ、かわいい、なになになに、なになに、あーすごい、ついてった、え、かわいい、かわいすぎでしょ。おー、よく休めだって、いいね。あともうちょっとで倒せそう、これ当てたら倒せそうじゃない？ケチラス、オッケー倒したんじゃない、よかった、ふう、あんまりその押しかけとかそういうのが当たらなかった、よかった、倒した、よかった、ちょっと回復します。オッケー、ここ何もないよね、もうそろそろいい時間なので、これでイベント見て終わりかな。ボス戦をしてしまった、ボス戦があると思わなかったけど、まあ倒せてよかった、とりあえず1回で。さあどうだ、大丈夫か、ダメか、大丈夫、これよかった、逃げた、すまねえ逃がしちまった。ああそうか、そうだよね、同じ部屋じゃなかったのか。また探すさ、どうせ他にやることもない、うん、そっか、探すのはコルネオでいいの？あ、大事な人なんでしょ？そっか、まだいなくなってから気がつくんだよな、
お前はまだ間に合うだろう。そうか、どっかにいるかもしれないのか。うん。どういう意味だったんだろうな。再会だよ。ん？え？花言葉は再会。わざと？それともそれエアリスのお花と同じなの？あいつを探すのが先だな。うん。ありがとう。よかった。約束忘れてねえだろうな。あ、上ね。わかってる。あった。地上に出よう。ん？何それ？上へ行く方法を教える。何それ？え？地上に戻る。あ、どこからでも地上に戻ることができます。だって。え、すごい。そうなの？え？ついていかなくていいってこと？あ、ここがそもそも地上に戻るなのか。あ、なるほど、オッケー。ちょっと待って、じゃあちょっとここで終わりにしようかな。多分いい時間だと思うので、またなんか進んじゃうとあれだから。うん、何も見えないここはい、オッケー。じゃあ今日はここで終わりにしようかな。多分霧もいい感じだと思いますので、うん、オッケー。というわけで、じゃあ今回は、コルネのお宝もゲットできたし、あのこのレズリーのお話があってよかったね。そうかそうか、だから助けてくれたんだね。うん、なんかてっきりコルネオの手下だけどちょっといいやつみたいな感じなのかなと思ってたから、まさかその復讐とかそういう目的があるとは思わずね。また会えて嬉しいですね。うん、コルネオはどうなの、また会うことあるのかな。でもまあ逃げたから、私なんかてっきりあのレズリーと同じ部屋に逃げてとどめ刺したのかと思ってさ、ヒーと思ったんだけど、そうか、別の方向に逃げたのかね。もしかしたらまた会うかもね別に会わなくてもいいんですけどはい、というわけで、じゃあ今日はあとは、そうか、サハギンプリンスとかも戦ったし、いろいろありましたね。うん、いやでもお宝拾ってすっきりしました。はい、うん、じゃあまた次回この続きからやっていきましょう。まだサブクエもいろいろやり残してることもあるので、まあ全部動画でやらないとは思うんですけど、ちょこちょこそういうのもやりながらまた進んでいきましょう。はい、というわけで、じゃあこの辺で終わりにします。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタン、それから動画の感想をね、コメントに書いていってくださると嬉しいです。あと TwitterX やっております。ぜひお気軽にフォローしてください。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。